トラックに水槽を積んだ移動水族館車が21日、東京都江戸川区にある葛西臨海水族園で公開されました。3、2、1。葛西臨海水族園によりますと、移動水族館車は海の生き物を乗せた車がやってくるという意味から海来る号と名付けられました。子どもたちに海の生物にもっと親しんでもらおうと、多くの人が集まるイベントに加え、病気などで水族館になかなか来られない子どもたちのいる施設に出張します。全長がおよそ8メートルのトラックの荷台には2つの大きな水槽が積まれ、1つは東京湾などに生息する身近な生き物を展示し、もう1つは色鮮やかな熱帯魚を中心に展示します。葛西臨海水族園で21日開かれたお披露目式では、子どもたちが職員らの説明を聞きながら水槽の熱帯魚を見学したり、ヒトデやカニなどに触れたりしていました。お魚を触った？うん。どうだった？楽しかった。楽しかった。行っております。可愛いのと、どなた様もご自由にご覧いただけます。お時間がありましたら。